本日の基調講演に移ります。本日講演を賜りますのはレイテ戦記研究家であります重松章一様です。演題はレイテ戦の真実です。なお重松様のお父様は第26師団歩兵独立歩兵13連隊第3大隊長としてレイテ島の戦闘に参戦され、昭和20年6月10日換気ポット周辺で自決を遂げられた方であります。著書にレイテ島換気ポット懺悔せし父を偲ぶがあります。それでは重松様よろしくお願いいたします。ただいま紹介いただいた大阪から来ました重松です。ちょっと膝が悪いもので杖をつかせてください。よろしくお願いいたします。私にはホームページがあります。もう10年になりますが、皆さんご覧になっていただいているかと思いますが、開設して10年になりますが、私の蔵書レイテ戦関係の本が600冊一冊一冊説明をつけて、公開しております。表示しております。いや、レイテ戦の推移という時系列的に書かれたものと、それから地図、それから私のホームページからレイテ参戦部隊を全て網羅した4ページになりますが、それが3セット入っていると思いますので、それを元にして、講演というのは私は語りですけれどもさせていただきます。私は遺族会のグループでよく皆さんの前でお話をするんですが、要するに俗世間ではもう50年しますと仏事仏事はもうほとんどなさいませんですね。50回忌50法要というのはなさる老いもありますが、ほとんどなさいません。ただしこの御英霊の73年レイテで入った御英霊は73年4年になりますが、決して尋常な死に方をしてないんです。私の父も含めてそうですが、要するに自分の志、とは別に方もおられたでしょうけれども、柿川と要するに病まで倒れた方がほとんどです。銃弾に倒れた人はほんのごくごく少数なんです。先ほど先生がおっしゃいましたように、レイテ戦は初めから勝ち目はなかった、こういうお話も少しありましたけれども、確かにその通りで、地図の中にこういうふうになってますね。日本軍の戦死者8万4千人とあの地図に書いてます。ちょっと見ていただきますか。で米軍の戦死は1万5千です。8万4千と1万5千のうち日本兵が5人死んでですね、米兵は1人も死んでないんですよ。もうこの数字が全てを物語っていると私は思います。もう圧倒的な戦力にですね、上陸早々からもう勝ち目はなかったわけですね。これから逐次申し上げますが、私はこの入れ霊天線の推移というのをお出しいただけますでしょうか。時系列的にずっと申し上げますが、米軍が霊天島に上陸したのは10月17日、スロハン島という、地図を出してくださいね。この辺にあるんです。米軍の干渉がありましてね、米軍じゃ日本軍の海軍の干渉がスロハン島 この辺にあるんです。そこ30数名の監視員がおりまして、10月17日に米艦隊レイテ湾に侵入せ、第一報が朝一番に第、35人入ったと、要するに、入ったわけですね。その前に私ちょっと飛ばしましたけれども、レイテ島の守備隊に対してどういう何て言いますか、指揮命令系統があったかと言いますと、
一番上は30や、南方総軍いまして、寺内元帥という人が、まあ、最終的にはシンガポールに、本部あったんですが、その下に第14方面軍というのがございました。第14方面軍というのは山下訪問大将が司令官、その下が、武藤明さんです。武藤明中将、その下が今度は第35軍方面軍、第35軍と言いまして、鈴木中将、その下が友近義春少将、その下が要するに一般の部隊なんです。師団、旅団、連隊もあるし、師団の人は連隊ですね、そういう、まあ、命令系統があるわけです。ですから連鉄線の欠航とか続行ということは全て南方総軍まで行くわけです。3つほど上に上がっていった系列を得てるわけです。だから命令一つにしてもそれなりの順次を踏まないといけない、こういうことでございまして、まあ、いろいろ話は飛ぶんですけれども、霊天島で行った部隊はですね、まあ、第一師団もそうでしょうけど、第26地の師団のことを申し上げますと、現役兵団と申します。言葉はご存じかどうか。現役兵団というのはですね、霊天に行ったのは15年兵から18年兵まで行ったんです。昭和15年の時、まあ20歳の人、それから16年だから、まあ20年の時には25ぐらいになってますわね。それが新兵で、そういう人が積み重なって、当時は兵役は3年でしたけれども、もう末期には4年になってまして、それが4年生までおるわけです。4年兵まで、それの上に高年兵が、高年兵ということが、そういう若い人の人が霊天に皆行ったわけです。15年兵以降だから、14年兵という人はもう満期3年4年にして、満期届で内地へ帰って、また他の部隊に行ってますけれども、まあ霊天に行かなく済んだわけですね。で、私よくその戦後皆さんのその戦友会に行きましてね、その霊天に行って、1年遅れたら霊天に行って、我々みんな死んどったよ。1年後輩はみんな、まあ、年齢が一つ上だけで助かったんだと、運も不運もあるなと、そんな青年会まで関係するわけですね。そんな話をもう随分聞きました。話を取りますけれども、元に戻りまして、霊天線の推移、霊天は当然して官報射撃が開催とか18日、それから20日にもう 10月20日にですね、拓郎湾地図をお願いします。拓郎湾ですね。それから、パロ、ここパロであります。それからドラッグ、この辺3カ所に米軍は、当初は2万でしたけれども、実際はその時にもう、5万と6万とも言ってます。守る、霊天島を守る部隊は、夏季兵団、16師団、京都師団の要するに1万8000とも1万9000とも言われます。だからもう そもそもから、もうそれだけのハンデというか、圧倒的な戦力といってもですね、これだけの開きがあったわけですね、そもそも。ですから勝ち目はなかったんですよ、実際。もうそもそも霊天島を守る時からですね、霊天の上空は予想されたにもかかわらず、牧野中四郎中将と師団長はですね、まあ、友近さんとの本を読むと、誠にできた英断のある師団長であると褒めておりますけれども、要するに官報射撃を打ってもですね、この間はね、一番西海岸と東海岸は80キロしかないんですよ。
レイテ島いう島は、レイテ島いうのは大体どんなし大きい島か言いますと、四国7000何本平方キロと言われますから、四国の半分ぐらい。またその戦闘があったところは北レイテ州とその半分ですから、四国の半分の半分、4分の1の小さな島に、レイテ島というのは。そういう島でですね、両軍を合わせて35万人の戦闘があったわけですね。なんでこの米軍はこんな小さな島に攻め込んできたか、上陸してきたかと言いますと、それがまず私ちょっと偏った思い考えかもしれませんが、一つはですね、日本軍は南方地域全てに対してまんべんなく守備隊を置かざるを得なかったわけです。どんな島にも人数は少人数ですけど、ゲリラ対策もあるし、情報収集もあるし、だからまんべんなく小さな島まで日本軍を駐留させております。ということは、レイテ島もですね、たかだか1万8000か1万9000しか置けなかったわけですね。ギンナ島にも、部隊を置くし、まあ、100人師団という、まあ、師団がありますが、そういうところに置きますし、パダイから下各島に皆日本軍を駐留させております。その時に米軍が上陸してきたのということです。で、その防御線というのはですね、まあ、各島もあって、サイパンの陥落の時に教訓として、戦訓としてですね、水や壊滅作戦とか縦深作戦とか、まあ、いろいろ陸軍の補助で、要するに海岸とは一番海で撃退するという戦法、それから海で撃滅する以外に、今度は縦深で1の陣、2の陣、3の陣と置いてですね、末永く、要するに永久に抵抗戦を続けて、米軍を海岸、海から海上を追いやるという、まあ、二段構えです。ただし、レイテの場合はそういう戦法を当てまい、たかだかここから一番東から西まで80キロを過ぎたら、もう飛び抜けてまうわけです。だから、艦砲射撃でも、もう楽々と届く範囲内、この中に、ここにですね、赤稜山脈という高い山は1300メートルぐらい、ありますが、まあ、大体、この山のふもとに、最終的には、この、火器兵団はもう10月の末には追い込まれたと言われています。もう、だから、いきなり、もう、あっという間に部隊は殲滅したし、その 3個連隊はもうそのあっという間に、ですから連隊長がね、23日ですか、10月上陸して3日目には3人歩兵連隊長、3人おる2人は戦死してるんですよ。どういうことか言うと、まあ、連隊長というのはですね、部隊の一番後方に座って命令指揮系統、命令をするのが連隊長。一番先に自分が鉄砲を持ってて、銃機関銃を持って先頭に立っていくというのはですね、そんなことは要するにやってはいかんのですよ。それをもう目の前で、自分の部下、可愛い部下たちはもう皆、もうその2日か3日に皆やられてるわけです。いても立っても至れなかったでしょうな。連隊長が最前線に立って切り込んで、また切り込む被害に、まあ、銃管銃で玉砕戦法で突っ込んでいったということは、その結果どういうことになったかというとです、このレイテ戦で初めて遊兵という言葉が生まれたんです。遊ぶ兵隊、要するに指揮命令が系統が一切下まで行かないわけです。ですから部隊の中にはですね、もう散々食料はないわ、武器はない、遊ぶ兵隊がもういっぱいできてしまうよ。だから組織であった戦闘はもちろん無理ですね。ですからこの時に初めて部隊長たるもの、連隊長もの、
一時の激昇に駆られてですね、最前線に立って切り込むようなことをするな。要するに生は形、死は安事という言葉が出たのはこの時です。だから鈴木中将の辞世の、35の鈴木中将の最後にやっぱり戦死されます。その時の辞世の句はそういう言葉を書き残してますが、死は安事、生は形難しいと、私は遺族会の 0.2 例順配には何度か8回言ってますけれども、遺族の中にはね、部隊長たるもの、要するに20年の終戦間際まで生きているっていうのがけしからんという人もおりますね。その何でか言うと、我々一般の人、兵隊が、最初に戦死して、それ以外のものは、部隊長とあるものは何で早く死なんのやと、正直部隊長が死んだらもうその戦争終わりなんですよ。うちの知事も6月とかまで生きてましたけれども、おそらくその早く死にたかった、みんなと一緒に同じ死ぬんであれば早く死んだ方が楽ですよ。もう飢餓と病とそういう中にあって最後まで持ち込まれて、自決をしてます。自決といっても武士道にのっとって、腹をいっぱいにかっさばくその元気がなかったと。で軍刀をこう左官様に立てて、喉で突き干したと言われてますな。解釈人もなかったでしょう。首を落とす刀場兵もいなかったんでしょうよ。軍刀を立てて、まあそういうふうに言ってますが、そういう気持ちがある部隊長が一番先に突っ込みはしませんわね。まあそういうことでございまして、バシー海峡海の底というホームページ、私の死を提携したある方が作ったホームページがあります。バシー海峡で、南方戦線に送れる輸送船がですね、もうものすごく、まあ、20万とも30万とも戦車が出てます。その関係で、独歩13の第2大隊が たまつまれた輸送船で、乗ってですね、その中に1500名独歩13の第2大隊と連隊長が含まれておりますが、その関係で、その話をよくするんですが、今日も皆さんその関係の方が10名ぐらい、私が特別にお誘いした方がおられますが、その関係でちょっとこれはその同国の関係という勝田重将さんの書いた本です。これは私が 100% 関与しまして取材をしていただきました。それから太平洋戦争最後の証言という、これも勝田重将さんです。日曜日のそこまで行っていいんかいという、東京はやってないですけど関西ではまあ有名な番組ですが、この勝田先生がこの冷徹線の、これは何ですかね、冷徹線の取材をしたいと、生還者をご存じの方は教えてほしい、紹介してほしいと言ったのが、この勝田先生と私の出会いの初めてでしてね、靖国神社で私先生と2回会いましたもん。で、なかなかとして本も貸して、だこの先生がおっしゃるには、いつも私この人の先生の言葉を代用しますけれども、英霊を二度させて死なせてはならぬ。一度目は肉体的な戦死であるが、二度目の死というのは、皆さんの記憶から忘れ去る死であると。忘れ去っては困ると、こういうことなんですね。まあ、いいことを先生おっしゃいますが、まさにその通りで、今日は私、こういう話をさせていただくと、もって、本当にありがたくもね、まあ、靖国神社も近いですから、ご英霊も私の話を聞いていただいたと思いますので、本当に嬉しく思います。今日はね、また、河村さんがお見えでした。河村さんってこの時が8月に、小野文江アナがテレビで出て、ルソン戦線のテレビ、もう、96歳か、でね、もう5歳ですか、それから、もう
今日この中で30人ぐらい私が特別にさせた方がおると思います。遠くは北海道の児玉さんとかね、それから新潟の、石丸さん、まあそういうところが遠方で本当にあれがなくてつまらない拙い話ですけれども、もう一つ続けさせていただきます。米軍はなんでレイテ島に上陸したか、レイテ島にあえて固守して10月20日に、強行したかということを申し上げますと、一番皆さんご存じないかもしれませんが、レイテ島には京都の16師団師団長牧野四郎中将が1万9000名ほど守備してました。この京都師団というのはですね、大東亜戦争の初戦のなんていうかフィリピンに上陸した部隊なんです。ご存じかどうか、要するに、なんて言いますかね、あの初戦に上陸した部隊なんです。ですからマッカーサー曰くですね、アイシャルリターンというのは私はフィリピンに必ず戻ってくる、ましてコリヒドールからの死の行進と、まあ日本軍が捕虜虐待をしたとか、遠熱か長期間歩かして米兵の多くを死なした捕虜虐待の罪に問われましたわね。その敵討ちが一つなんですよ。まあそれはそういうことは皆さんもう歴史が物語って、京都師団の要するに十六師団の生還者はみんな言いますな。私は東領会という慰霊祭にいつも十数年行きましたけど、あれは米軍の敵討ちだと、レイテ島なんかここ行く必要はなかったんだとこういうことを言いますけれども、まあそういうのは別にして、要はなんでそのレイテ島上陸したかというと、要するにあまり大きな島ではない島で、山岳地帯もありますが、1万9000か8000の守備隊しかいないレイテ島で、要するに平野があるんです。東海岸は平野部なんですよ。だから戦車を先頭に、米軍の戦術っていうのは最初にね、上陸する前に艦砲射撃で徹底的に叩いておって、まあ人命尊重といいますか、要するに戦車を先頭に、あと歩兵連隊がついてくるわけです。要は表に立たないわけです。そういう戦法、戦車が通れる平野があること、それが一番近い。それからまあレイテ島というのはその西はもう太平洋の広い海ですからね、まあ太平洋にこう航海してきて、途中で日本軍の飛行機でもあれば攻撃をされるとリスクもありますが、まあ物資の補給その他もニューギニア方から米軍の補給は全てできるわけですから、それでレイテ島が一つ、まあもうそれに続けて、まあちょっともう一つ語ったように、レイテ島というのは日本の軍の兵站基地であるマニラから700キロ離れてるんです。700キロということは当時の軍隊で海軍で言えば20ノットも出せる軍艦って、それは駆逐艦とか巡洋艦は20何ノット30ノット出しますけど、普通の輸送船、日本の輸送船ではまあ20ノットは精一杯でないでしょうか。とその間20ノットいうと700キロって言うと30何日かかるわけです。30何日も海上ですね、兵隊さんをいっぱい乗せて重火器を乗せて輸送士を組んで、プロチューのは海の中を走るわけですから、もう米軍の荷物も要するに上空から航空機すればまして、オルモ港湾でね、船がついてから1万トン級の輸送船では荷下ろしで15時間かかるそうですな。特攻でやっても10時間かかる。その間に船はじっと沈んでるわけ、停船してるわけです。まあ上空に、防護煙をこうしてするという、まあ10時間もですね海上にじっと止まるということは、もう思うつもり米軍の飛行機で攻撃で
そういうリスクを負って、応援部隊が来ても米軍はそのもう一挙に8万人あとは8万人上がったわけですからね、最終的には10万人上がってますけれども、もう最初の2日ほどで白兵団相手に8万と2万の違い、日本軍は2万、1万9000、その1万9000もですね、まあいろいろ話があって、実際8万人が初めからおったわけないんですよ。サマルトに1個大体いてますから1000人ぐらいいてますわ。でその中から長谷さんじたり、それからあのオルモックというところに、まあ兵団基地から日本軍の物資武器弾薬がオルモックに蓄積されて、そこに1個中隊おるし、それからサマルトの一番海峡の狭いところにカマンから米軍が上陸してくるので、そこにも1個中隊おるし、それから南レイテ州、要するに、レイテの方は現地ゲリラの巣窟だったと、カングレオンとかとかいう、まあ、おりますわ。その巣窟だったそうで、山岳地ですから、南レイテ州はですね、もう日本軍は一切ノータッチでした。それを米軍の上陸前10日前ほどで、要するに視察がてら陸中隊をやっとるんですよ。もうここから丸首を視察して、まあそういうことで、実際は1万8000や1万9000いてますけど、1万5000ぐらいしかいてなかったのと違うかと私は思います。そういう気をつかれたということがありますね。まああの霊帝というのはね、これからこれまで、これがこれから上を北霊帝州、こっちからこれを南霊帝州と言いますが、幹線はここに、タクロバという今でも飛行場があります。マニラ航空の飛行機はここに、慰霊順番に行くとここに降りるわけ。これからずっと来て、ここまで来て、こう来て平坦地区のオルモクへ入ります。我々慰霊順番団行った時はこういうコースです。もう一つね、これは米軍も指したるものといいますか、ここからここのね、バイバイ、ちょっと地名がよ、あ、ドラッグじゃない、ドラッグからこうしてバイバイ、こういうとこの道、この南九州でね、これをリボン峠の第1号線といいます。こちらは南の2号線という道なんですね。この道を米軍は上陸前に、火警団は徹底的に米軍がこの道を通らないように破壊したと言われておったわけです。だから第一師団が11月の1日ぐらい上陸したと、この道はもう戦車もちろんのこと人も通れないぐらいに破壊してあるから、道の用はなさないぞと、そういう念を抑えて、この辺はもう日本軍は35は無視しておったんですが、米軍は指したらもうこの道をね、10日間くらいでブルドーザーで修復してですね、少なくと人命のみ通れる道に復旧してですね、要するに約1個連隊がね、ここからこう来た、こっちにも南進してきたのもあるんです。四川省はあくまでもこの北から、北からこの伊門島へ、カリガラからタクロバンへ向ける、これが四川省ですけど、こちらには第一師団が行く。こちらは大川の将兵の霊帝戦記ではアルベラの戦いとか、いうことになってますが、この対戦したのは26師団、26師団というのは私の知事の部隊ですが、中国の北に今蒙古になってます、モンゴルですが、そこにあった部隊で、昭和12年に編成された現役兵の部隊です。要するに若手が多いわけです。15年兵、16年兵、17年兵だから若い人が一切多いわけです、部隊の中核中心は。ですから、
まあ元気がいいという、その部隊が南方戦線に転用されて、途中で一個大隊と乗って玉津川が沈み、武器弾薬は玉津川に随分積んどっただけ、重機はそれを一切喪失して怪物させて、その部隊がレイテに投入されたわけです。ですから、まあそういうハンデがありながら、まあ二条四段六四段のご遺族の方は大変だったろう、あのご遺族の、兵士はね、その武器のない、そういうことで、まああのちょっと時間がね40分であまり話私飛ばしましたもんで、肝心な舞台名を話したかったんですが、実はこの舞台だけの仮からこの辺の舞台だけで1時間10年前には名古屋で話をしたことは1時間かかりました。この舞台だけの上で、今日はあの皆さん随分遠いところからお越しいただいて、まあ最後になり、まあもうちょっとあるんですな、あるんですか、10分ですか、まあ、あのね、今日は信号さんはお見えじゃないですな、信号さん、それから今織さんはお見えじゃないか、あのそう人に一言皆さんにしたかったんですが、あの50人ほど私長年の遺族会とその区大会がある時にね、皆さんあの上の師団長連隊長という方々のご遺族をお呼びして随分5、6回慰霊祭をやりました。それから霊殿会というのは私5つありましたね。私が言った今日も皆さんお見えで、今はたった1つしかありませんけど、その方々のよく、あのね、その当時の軍司令官の、評判というか、その、もう負け戦の時は何でも言うてもいいんでしょうけどね、こういうことがあって、ちょっとそれましていいですか、あんまりこれを期待外れの第一師団というのは、こういうことかですよ、ご存知かどうか。友近さんはね、これどういう本かというと、私の父が戦死した時に、自決した時に東島大尉という方が26師団の唯一の将校で一人の方、その人が私の父の自決をお知らせいただいた、その人のからいただいた本です。昭和21年こんな本ですわ。ご存じかどうか、ご存じの人も十分、5円です。当時昭和21年5月に出た本です。5円となってます。この本を持って大川翔平が出てる、これはあの本当は東島大尉というのか、登る大尉、この人は昭和21年5月の6月頃やったと思います。別府の陸軍病院で私の父の戦死を知らせていただいたときに、目の前で書いていただいた地図です。式松大隊長は、こういうふうにして、戦死しました、自決されました、これも私の本家じゃ本宅の仏壇からこの前出してきまして、いつも仏壇の中に入れてるんですけどね、まあ皆さんお見せ、その中にこう書いてあるんです、この本の中に、第一師団北端の李門峠軍の師団の弟子団に関しては表記することを避けるが、ただ同師団の戦力に関することを記述しよう。要するに師団長は紀平出身、この方は片岡師団長紀平出身ですか、紀平出身ということは勇ましい方が多いわけですな。それで兵の損傷のみ、要するに戦死することのみを恐れて先日消極的なりと、こう書いてあるんです。この本には、まあ友近さんの参謀長の本にこう書いてあるんですね。それからこのことを軍司令官鈴木中将は大変不満とし、
公開である。また師団長の参謀長、師団第一団参謀長池田大佐、この方は我が家の家の近くで私信仰ありますが、病で結核で用を出さない、すぐさま罷免したと公開である。その家族にとっては、いかなるお心境か。それからですね、参謀長で持つ大薬事師団、参謀長というのは罰師団の、百人師団は罰兵団と言いますが、要するに罰兵団というのはですね、本来35軍直下の部隊です。ですから、それは和田聡参謀長で持っている、この師団はそういうふうに。師団長は、皆さんご存じのように、法務士、今は公主権と言われたり、戦後公主権になったから、この罰兵団というのは悲劇の師団でね、旅団長2人とも、それから各大隊長、法務士されました。もう悲劇の戦犯に問われた部隊です。要するに、あの辺の、パダイから下の方の敷島城まで、ゲリラの処刑をした、それから米兵の捕虜虐待もあったんでしょう。多くの方が戦死されました。もう最後に一言だけ言わせてください。私ね、ホームページにも書いてますが、取り留めの話で、最後にね、これだけは言わせてほしいよ。ホームページの一番最後にこう書いてます。私は、近い将来、私も今84歳です。昭和9年生まれです。慰霊活動をして、昭和35年から私慰霊祭に行きました。霊ではあんまり大きなこと言いませんが、8回しか言ってませんけれども、いろいろな本は、少なくとも私が一番霊的書の本はたくさん持っている。国会ある人になると国会図書館よりたくさんあると、こういう人もおりますが、どうかし、600冊はあります。これを忘れるために執念もありますが、多くのご遺族とかそういう方に、ご遺族や関係者を回りまして、親友会にも随分出ました。慰霊祭にも私、多い年は10カ所ぐらい行きました。下記表、それから、下記はもちろんね、区表、それから多摩もいました。それから泉は4カ所行きましたからね、私年間。だから10カ所ぐらい毎年慰霊祭に行ってたのに違いますか。今話がちょっと飛びましたけど、近い将来あの世の父のもとに行きます。私は父の意思、遺言があります。私のホームページには書いてませんが、そのホームページ書いておりませんが、父のもとに行った時はですね、父の遺言、意思、東島大尉からの伝言もありですね、知事の意思、意思というか、遺言も守って、慰霊活動だけは、私は精一杯お父さん、務めさせていただきましたと、私は胸を張って言えると思います。それだけ私は自負があります。ありがとうございました。貴重な資料を地域の力強いお言葉までご講演いただきました。皆様もう一度大きな拍手をお願いいたします。この地図によりますと、はい、マッカーサーは、10月20日に、上陸したように書いてありますけれども、23日ですな、マッカーサーは、実は23日です。そうです、それはタクロアンですと下の方ですわ。フリタ艦隊がサマール沖で戦った時には米軍の巡洋艦に乗ってたという、そういうレイティ戦記に書いてますな、それも、はい、実際は何日に上陸したんですか。23日は間違いです。私はね、23日とあそこにマッカーサー記念で銅像が幕僚を連れて海に膝ぐらい水の中に入って、銅像があるんですよ。マッカーサーのなんかお祭りが電気があるんですな。日本から慰霊祭に行くバカがおるんですわ、そのマッカーサーので。私がね、本当に日本人でもいろいろあるなっていうのは、そのマッカーサーの記念に行くんですよ、慰霊祭に。慰霊祭というか、お祭りに現地人とね。で、私はね、8回行きましたけど、日本政府のね、バスで乗って、バスの前に止めるんですよ、バスツアーが、慰霊巡拝団をね。
で、みんな維持の皆さんご存じないよ、こんなところのバスアメリカへの自分の兄や父を殺した相手バッカーサーのその記念碑の前で何こどんで好きこどんで、そんな行くが、まあ大神はしませんけど、バッカーサーの道に行く必要はない、バスでこの中で、ああそうか、バッカーサーここに上がったんか、それでいいじゃないかと、私もうみんなに言いますね、もう我々の父はあれを越したね、殺した相手からこう銅像があるわけですわ、爆料を連れてバッカーサーなんとか記念品とか言うか、私はみんな言うんです、それを。それはもう一つついでに言いますがね、フィリピンに行って皆さん、あの5年前か台風がありましたけどね、あのパラダスと丘があるんですよ、ここのところに、ここパラダスと丘がありますね、これは何でか言うと、そこにね、あの日比日比やね米比勝利記念碑というか道端に立ったんです。で、それこの地で、ね、あの日本軍の強力な部隊を米比軍がで、勝利して、敗戦に、まあ、勝ったとこういう、まあ、そういうもので大きいやっぱり異例がある、これ誰が建てたかということで、もう十何年前になりますが、そこの市役所の町の役場に行ったら、その建てた人がおりましてね、その人に、それはどの人が言ったら、市役所の人が連れて行ってくれた2人もして行ってみたら、なんや、ゲリラですわ、ゲリラ、要するにどういうこと言うと、フィリピンの子孫のうち、ゲリラの子孫は随分おるんですよと、こういうこと言いたい、だから、まあ、知らん人はね、現地ゲリラに入れ順番行って、もう施しとか、あ、ご苦労さんです、戦時中は。ご迷惑をかけました他国の国で、まあそれもあるでしょうけれども、自分の父や兄を殺したゲリラの末裔が少なくともいっぱいおるんですよ、フィリピンには。そういう人がおるわけですから、それだけは念頭に置いてくださいよ。私はそのまあそんなことをあんまり言うても、台湾来た時にはですね、4年か5年ぐらいになりますわ、あの日印国際友好協会と私役員をしてますので、そのお見舞い金を出すということでね、私が発起人で、ある人がね10万円出しはるんですよ。いや10万円当時、ね、10万円もあこんな見舞いで10万円した、私が5万円や6万円や出したんじゃ、次はあのね格好悪い、私20万出しました、まあいやまあ、それでただ赤字を通じていったと思いますが、そんなことでね、まあ、それはそれ、それはこれはお見舞いお見舞いとしますけれども、まあ少なくとも現地のフィリピン人の中にはゲリラがいっぱいおるわけです。ゲリラ今ゲリラとは言いません、子孫ですよ、ね、だから、昔のゲリラですわ、そほんまにゲリラ、人相の悪いゲリラ、こう言ってましたな、それ、まあ、さもありなんと私は思いまって、まあ、以上で終わります。